はい、こんにちは、総合監督と申します。ウィングレブンカードコレクション、ウィコレ実況プレイ始めていきたいと思います。さあ、今日はですね、こちら、感謝祭記念ということで、なんか結構熱いガチャがやってきたので、引いていこうかなと思ってます。はい、感謝祭記念スペシャル11連ガチャ、1回目はナショナルの星5選手1枚確定、そしてね、3回目まで行くと、ナショナルの星5キラ選手1枚確定ですね。かなりこれは熱いものと見られます。はい。で、あとですね、こちら、無料のね、11連ガチャも来てます。はい、11連ガチャですね。感謝祭記念11連ガチャ、1回限定で、グレード100以上、はい、星5選手1枚確定ということで、これもねめちゃめちゃ熱いでしょ。まあ、何が熱いかってね、無料ですからね、最高じゃないですか。本当無料という響きも最高です。で、それプラスもこのね、感謝祭記念のスペシャル11点も一緒に行きたいと思います。まあ結構ねプレミアムボールにね余裕があるんでね。はい、ということで行きましょうか。どっちから行くのがいいのかな。やっぱグレード100以上になると虹じゃないわ、レインボーじゃない金旗確定なんでね。はい。虹とかやったらなんかかなり面白そうだけどね。はい。ということでやっていこうか。こっちから感謝祭記念のスペシャル11連からいきたいと思います。ナショナルの星5選手1枚確定。はい。これでムバッペね、前回獲得できなかったムバッペ狙ってみようか。行こうか。はい。ということで行こう。さあ、いきなり金の旗回らなかったですね。いやいやいや、まあまあしゃあない。ナショナルの、星5ですね。ナショナル星5が当たる。誰だろうな。まあ、ただやっぱりね、金旗回ってないということで、ちょっと若干微妙かなという気はするけれども、うん、まあ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 、金とか来てるね。はい。さあ、そろそろね、この辺で星5とかになったらちょっと熱いなと思うんだけど、なかなか難しいですね。87からビタと1も動かないですね、これ。はい、89。まあ、この辺で、いよいよ、はい、星5になりました。まあ、これは嬉しい。はい、95。この選手よく来るな。ロカテッリ。そして最後、95のまま？ムカつくな。はい。はい、誰だこれ。誰だったかな。コバチッチですね。はい、コバチッチ。マテオ・コバチッチ。はい。レアル・マドリーから現在、チェルシーにね、レンタル中なのかな。はい。コバチッチですね。まあ、多分、なんか、戻ることなさそうな感じするけどな。はい。では、2回目の11連いきたいと思います。さあ、ポチッとね。まあ、結構、プレミアムボール貯めたらね。おー、金の旗が舞っているぞ。さあ、行きましょう。金の旗が舞う。3回目で舞ってほしかったな、でもな。キラでやっぱりね、結構、グレード高いとね、希少価値高いとか、最高じゃないですか。まあまあまあ、いいや。さて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 、キラの、キラじゃない、星5の、いや違う、グレード100以上の星5、果たして誰なのか。これ何確定なんやろ、2回目って。2回目何確定か全く見てへんかったけどね。まあいいや。やっていこう。さあ、77、79、ちょっと低めじゃないこれ、この辺まで。はい、一気に上がった。88、グリク。久しぶり見た、グリクって。アンスパティやん。バルセロナの希望の星やね。アンスパーティー。アンスパーティーだから、どうなの？さあ、こっから100、100、100、103。あー、ベラッティ。結構中盤がなんか、よう来るね。グレード高い選手。マルコ・ベラッティ。はい。ということで、マルコ・ベラッティです。はい。それではね、3回目行きたいと思います。感謝祭記念スペシャル11連ガチャ3回目。行きましょう。次はキラ確定ですからね。まあでもね、一応1枚。お、また金。また金、しかもこれはキラ。行きましょう。あ、でもこれキラかどうかまだ分からへんな。とりあえずなんか一個小さいところで星5のキラとか出る可能性は、なんだこれ今の演出。あ、これキラ演出か。キラ演出かもしれないですね、今のね。なんかマジでちょっと今日メッシ当たるような気がしてきたわ。メッシ、ロナウド、どっちかが来るような気がしてきた。プンプンするね、その匂いが。さあ、めっちゃ楽しみや。行こう。まあ7連目、8連目、9連目。ここでキラじゃなかったら、ワンチャンあるな。あるな、これな。キラの11連目。しかも、金旗。行きましょう。上がれ。もっとやって、もう、チアゴシウバか。チアゴシウバか。チアゴシウバ持ってんねん。まあ、キラーやし、いやー、どうなんだろう。タワータイプか。ああ、一緒やね。まあ、ちょっとグレード上がったかな。僕の持ってるやつは確かね、グレード100やったかな。99やったかな。100やったような気がするけど。いやー、また育成しないといけないの？きついな。これなんだろう。勝者のメンタリティ。いいじゃない、これ。まあ、勝者、いや、微妙やな。後半開始時にリードしてるということが必須条件みたいな。なかなかその状況って巡り合わせないような気がするけどね。まあ、いいや、はい。ということでね、最後はこちら、感謝祭記念無料11連ガチャの、グレード100以上のね、星5選手1枚確定の方いきたいと思います。まあ、これ
これもね、金の旗舞うと思うんでね、これで3回連続金旗ですよ。いや、またやはり舞っております。金の旗がね、3連続金旗よ。今日は本当にいい一日になりましたね。はい、ということで行きましょう。最後の金旗。まあ、さっきちょっとチアゴシーはちょっと微妙みたいな感じになりましたけどね。まあ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 。いやー、やっぱりメッシロナウド当たらんねんな、このウィコレというゲームでもね、なかなか当たらへん。もうなんかウィーレ自体はウィーレやったら当たるんやけどな。もはやウィーレは配布されてるからね、お金さえ出せばなんかもらえるみたいな感じですけどもね。はい、ここで87、次星5いってほしいな。もう次いってほしいな。次、あ、いったね。はい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 、ここで星5まず一つ目ね。はい、97。スベン・ベンダーですね、これね。はい。ベンダー兄弟のね、兄か弟かどっちかわからないけど。さあ、グレード結構高いぞ。あー、クリバリー、お、いいんじゃない、クリバリー。お、いい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 よ、クリバリー。104か。結構高いな。レギュラーの方ですね、これね。レギュラー、星5。いや、いいじゃない。いや、もうセンターバックとね、ほんと、センターはミッドフィルダーね、中盤ね。この、まあ、二つ。結構グレード高い選手当たったけど、前がね、欲しいねんな。やっぱりメッシ、ロナウド、デズカ、まあでも、クリバリ嬉しいですね、普通にね。はい。ということで、ちょっと現在のね、ちょっとチーム状況みたいなの見ときましょうか。多分ね、クリバリって僕ね、星4のやつかなんか持っとった気するけどな。今はまあ104やったら一番高いグレードですね。まあ年々上がっていってんだけど、はい、星4、星5のやつか。持ってましたね。しかも結構ええやん。金スキルとか結構持ってるし。結構ええね、これね。結構ばっかり言ってるけど、こけこっこみたいな。はいはい、いい声が次。危ないね。なんかおかしなこと言ってましたけど。はい、ベラッティ。ベラッティきついな、これ。そして、チアゴシューバーね、キラー当たったやつ。これですね。はい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 。センターバック変えなあかんよ。これとこれにな。なんかおかしい。はい、チアゴシューバー持ってるの100のやつですね。で、限界突破2回してるってやつ。で、こっちね、こうなってるからな。もったいないよな、これな。また1からやり直しですかみたいな感じなんですけれどもね。もう、もう1個ちゃんと置いとってよかったわ、これ使っとかんで。はい、ということでね。まあまあ、いいチーム強化になったんじゃないかなと思います。また育成ね、頑張らないといけませんね。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。